続きまして、どんどん行きましょう。初恋はいつですかね。これは幼稚園卒業する1年前ぐらいで生てるな。これも保育園かな。早えな、みんな3歳早え、はい、な、はい、初めてバンドで弾いた曲、歌った曲はガゼットの歌詞さ。そうです、これ、あのルナシーさんのロージア、ゼクスと同じです。グレーの D ラブで。へえ、今日食べたものはそうめん。俺あのコンビニのお寿司、広島風お好み焼き、ナナチキ。好きな芸能人はハイド。あ、じゃあ俺もまたガクトさん。ガクトさんしかできない。あのちゃんさっき見たよ、松岡充。キノコのヤマハ、タケノコの里葉。タケノコ。あ、俺もタケノコかな。俺もタケノコの山。俺もタケノコの里。タケノコの里。俺もタケノコの里。じゃあこれビンゴですね。みんなタケノコの里ですね。私もそうなんでして、何ラーメンが好き？味噌と鶏白湯。あ、俺も鶏白湯って言いたいとこだけど、家系のあの豚骨醤油、醤油豚骨っていうの、それかな。なんだろう、醤油ラーメン。ラーメンに優劣はない。初めて、ごめんなさい失礼しました、何フェチ。お尻と匂い。俺はお腹フェチ。二の腕。声。初めて行ったデートの場所はどこ。いや、マジで思い出せん。ちょっとすぐには思い出せないやつ。忘れました。忘れました。まあそれもいっぱいあるね。初めて、もうだってそれ小学生とかも、中学生とか、まあ、それぐらいの域でしょ多分。なんか俺遊園地とかなんかそういうとこだった気がする。行こうみたいな。どうだっけな、グリームの里知ってる。何それ。いや俺らして、俺ら分かっちゃった今。俺映画館。とても不毛な質問です。今何問目でしょう。はい、ゼクスさんどうぞ。いや、わからん。はい、ありがとうございます。次どうぞ。今は42問目ぐらいじゃない。はい、外れです。はい、お次の方どうぞ。69問目。はい、残念でした。次の方どうぞ。58問目。ダメですね。僕も何問目か知りませんと。はい、今幸せですか。まあ、生きている上は幸せですよ。あ、俺も幸せです。幸せじゃないけど、そんくらいがちょうどいい。毎日幸せです。はい、ありがとうございます。ライブで過去一の失敗談は。チューニング違うので演奏してた。あの、自分の、あの、みんな、なんかハロウィンか忘れちゃったけど、なんかコスプレが際どすぎたこと。やばかった。バカにされまくったね。音が出ない、いつも。俺はベースソロでステージに乗ってそのまんま落ちてベース壊れた。僕はね、本気で一小節ずれたって顔が青ざめましたね。楽器、歌のこだわりは。こだわりはね、こだわり、ボーカルのこだわり、まあ、ちょっとかっこよく歌おうっていう姿勢でやってますね。音が出ること。そういうバンドです。よろしくお願いします。兄弟はいる。感じろ。弟がおります。姉がいます。弟います。お兄ちゃんもいます。弟1人と妹3人います。今後バンドでやりたいことは。武道館。俺意外と夢ちっちゃくて、恵比寿リキッドルーム。外でやるとこ。外でやるとこ。あれまだある。日々日々や音楽公開のあるね。まだあれ、いや、ないんじゃない。何、わかんない。
まあビジュアル系の方々やってるんで、これは長く続けたいです。尊敬してる人は、まあ、仲いい人たち、仲いい人たち。あ、俺母かな。父と母。俺は三浦和とローランド。ローランド。世界がなくなる年、最後にやりたいことは。とりあえず会える人全員と会う。けど、俺は母親と会えればいいかな。ご飯を食べる。兄弟と遊ぶ。遊ぶでいい。好きな女性のタイプ。髪が長い。色白の人。俺見た目とかはまああんまり気にしないけど、本当に気ちょっと気を使える人だね。テレヤさん。それは可愛い子。最近ハマってることは、ジョジョのラストサイドワイバーというゲーム。言ってなくて、ね、見る系になっちゃうけどね、俺も。あとユーネクストずっと見てる。これは甥っ子への課金。好きなドラマは、あなたの思いです。あ、ちょっと俺古く、ね、古くなっちゃう。古くなっちゃってもいい。池袋ウエストゲートパーク。古すぎない？のぶたをプロデュース。まあ、ブザービート。僕はプリズンブレイクが好き。音楽を始めたきっかけは、まあ俺は両親がやってたの。俺はなんかそのままの流れでやってます。あ、やばい。ゼクスにやろうって言われました。でもラルクの鉄を見て始めました。いい。好きなアクセサリーブランドは、ブラッディマリーつけてないですけど、タウジャン。わからないです。クロムハーツだけど、俺たち今度コラボするバンプクライスト、みんな買ってね。よろしく。Next question。 甘と辛と。どっちも辛と甘と。甘と。初めて告白した時のセリフは、覚えてない。俺も普通に付き合ってくださいとかじゃない。告白した、なんか、しかもね、あの今の子、いや、なんか文とかじゃない、そういうなんかね、付き合ってくんねみたいな。チャレな。俺は前から好きでした、付き合ってくださいです。はい、かっけーと。人生で一番辛かった、人生で一番辛かったことは、高校3年間高校3年間友達ができなくてつらかった。俺もなんかね、小学校3年生から4年生ぐらい、なんかそこのね、なんかクラスに馴染めなかった、その感じがちょっとつらかったかも。ライブ行く時の春の車でお腹が痛かった。それはもうね、伝説だよ。あれはやばい、あれはやばかった。あれだけ入らない、その話。俺はじいちゃんが死んだ時です。人生で一番嬉しかったことは、一番なんてない。嬉しいことはもうすべて嬉しい。同じく、同じくリバイブに加入したことです。まとめてくる。ちょいちょい営業トークがうまいですね。営業トークうまいですね。飾ってるよ。本当ですよ、飾ってるね。そりゃそうだ。俺はお前らが元気にいてくれてることだよ。何件あるかい、給付金もらえたことが一番嬉しいわ、ボケ。